渡しながら、はい、ちょっと遊ぼうと思って、はい、100均でさ、はい、面白いもの買ってきた。あ、そう、うん、じゃーん、あら、かわいいじゃないの、パズル、ね、これ一番簡単なやつや。昔から好きだね、みえ ね, ね なんか買い物連れて行ったらもういろいろ山ほど買うの。折り紙、昔折り寄ったろうが、ね、懐かしいな。やっこさんとか鶴とか、うん、今できるかな。できるよ、できよったね。昔ほら喫茶店ね、覚えと覚えとる。ほら喫茶店好きやん。好き、ね、あんたたちがまだ霊光の実に連れて行きよったろ。そう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 、ね、子供とかね、喜ぶ。関西とかほらみんな連れて行くやん。そうそう、ね、関西人は明けっぴろげやね。そう、明けすけ。九州人と違うね。いえ、そっくり。九州の人ちょっと怖いな。うん、だから三重がほら明けすけで。でもさ、これでいいと思ってる。私博多弁うまくなったね。昔は関西弁やったやん。そうそう、そら、ま、ママがそうやだけど、性格はそのままえげつないよ。いただきます。知ってます。知っとる。顔に書いとろ。うん、本当やん。私の親がえげつなくてね。私の親か、私今の親は私やんか。なんで今の親って。今も昔もやろ。あら、一個食べいいよ。あ、おいしい。もうコーヒー大好き。よかったね。あら、ママこれいただきますよ。どうしたらいけんか、これ教えたら。うん、パズルはさ、なんか脳にいいもんね。ちっちゃい時から私とかにもやらせよったろ。覚えと、まあ、覚えとるくさ。まだ忘れん。覚えとる。みえが欲しいって言うもん。見るもん、見るもん欲しがるけん。何でもね、欲しいもん欲しいけん、しゃあないわね。だから私はいけんって言うたことないもん。買ってあげて。そうそう、ね、買ってもらえるもん買ってもらっとからね。私よそのお母さんの理解あるから。私もあるよ。あなた子供に対して。私もあるよ、うん、私みたいにヤブとか入るお母さんなかなかおらんけん。これちょっとパズルさ、ママやってみよう。これちょっと拭き汚いけん。ほら、そこあろうが。中途半端なことささんでる。中途半端やないって。今日は一緒に遊ぼうって言ったやん、うんうん、ね、遊ぶけど、うん、これね、1,2,3,4,5,6枚しかない。これたったのマイパンだね。うん、そうそう。私はあの何百ピースとかできるけん。はい、ステップ1、果物シリーズ6ピース。これちょっとママやってみて。はい、どうぞ。よく絵を見てね。こう角が丸いっちゅうのがポイントやけんね。他にも角丸いのあるけん、よう見てね、うん、うん。その美しい大きな瞳でよく見てね。ちょっとあんた言い方がちょっとやらしいかな。昔から面白い子やね。いや、だってうちの親がもっとおかしいもん。下にちゃんとほら、形がついとるよ、もの、うん、うん、これ形守ってないし。守れない。これ守り楽しくしたいね。いやいや、楽しいじゃなくて守ろうよ。私言ったことないし、ね、なんで守らんの。学校でも校則とか規則とかあったろうが。まあ、私も守っとらんかったけどね。いつも呼ばれた。フリーダムやもんね。そうだ、我が家は自由ね。6個しかないけどね。あ、食べ物同士をこうつなげていってもいいんちゃうの。なんかブドウさんとブドウさんみたいな。うん、今そう思ってた。うん、すごい、ママ。昔話を昔してくれよったよ。私は三重の気分に合わせる。違う、寝る時とかに昔話をしてくれよったよ、うん、おばすと山の話とか。もう怖かったもん、あんなん聞いたら、うん、したい時はみんな怖いとよ、うん、私もそうやって。本当や、こういうこともね、いろいろね、みんなあるの、うん、だからそれを話を大きく大きくしていて、見えを怖がらせるわ。なんで私をビビらせんの。そしたらね、うん、普段言うこと聞かん見えが聞くわけ、うん、本当、うん、本当聞きよったわ。あ、そう。でも私は、ね、脅迫みたいな。私はね、今度は見えにどうしたいって、うんうん、それが、うん、
良かったと思うよ、うん、これパズル、ほら、うん、ちょっとリンゴさんと、ほら、モモさんと、うん、イチゴちゃんにメロンちゃんが待ってる、あとほら、4個だけやん、うん、うちの親は、子供のこと反対しようかと、うん、だけん、しが生活は貧乏やったの、貧乏、どんなとこに住んどったの、なんか4畳一間みたいな、そうよ、みんな昔はそうなん、風呂なしみたいな、うん、そうそうそう、うん、風呂も隣の人の風呂、神田川の世界に、うん、隣の人の風呂はね、うん、借りたりして、隣の人ってアパート言ったら隣も何も銭湯やろ、その当時、うんうんうん、なんかそういうところもあるわ、隣の人の風呂もあるし、うん、銭湯もあるわ、私、うん、あ、家庭教師ももちろんしよったよ、何の家庭教師、当たり前やん、当たり前か知らんて、他のいろんな子守の家庭教師もあったし、子守の家庭だからよその子がね、それさ、それただの子守やん、うん、家庭教師じゃないよ、でもね、うん、その人たちに勉強教えちゃう、何の勉強、私があの本をいっぱい持っとるからね、うん、頭良かったの、私家が頭良かったから、お父さんお母さんが本当先生しよったっけ、初めて聞いた、じいちゃんばあちゃんに聞き、ね、うん、うちね、あのお父さんとお母さん頭がいい、うん、分かっとうけど、いいの分かっとうけど、だから私が駆け落ちした相手が孫とか貧乏やったけん、うん、反対されただけ、うん、そうね、あとは何か、え、おじいちゃんとおばあちゃんに聞いたら分かる、自分のことがある言いたくないわけ、うん、年もてかさ、今おるかな、おじいちゃんが、どっかね、もしおったとしても、なぜもしってもしね、おったとしてもね、うん、おったとしてもよ、うん、自分の娘のことがある言いたくないわけよ、うん、自分は反対、誠のこと反対しとるのに、私のことは自分の娘やから、もう少しあと2個や、うん、うん、ね、でね、おじいちゃんたちも今何歳なの、私はこんな年やけん、どんなかね、だって今何歳か知っとる、自分がこんな年って、私21年生まれやから、それはこれしか知らん、それでいいぞって、昔はみんなそうなん、あんた、あ、そう、だから21年生まれっちゅうことはね、そうそうそう、それでいいと、これで調べり、そしたら分かろう、調べりって、それ答え、あ、すごいやん、あ、すごい、すごい、なんですか、いやいや、意外にすごい、できるやん、意外にできる人、大々好きやろ、大大好きって言ったよ、好きってね、ちょっと鶴折って懐かしく、鶴った、いや私忘れたわ、昔折り寄ってるほうが、うん、鶴、昔はね、うん、今はほら長いこともうする必要がない、うん、ちょっとしてよ、鶴、うん、したくない、あんたの思い出して、あんたの悪いとこ、私はあんたに無理言ったことないけど、うん、うん、だ今日だけ無理言わして、ちょっと鶴折ろう、でその間ちょっと食べよく、食べり、うん、私はね、あんたみたいに無理言わないの、あ、なんかすごいね、ちゃんと形作るところから、おいと昔折り紙とか出すぶっとったろ、昔おもちゃだってそげんなかったろ、ママたちの頃何して遊んどった、羽根つき、それもあるし、それもあるし、着せ替え人形とか、うん、うん、あと何、うち家がちょっと不倫者やったから、うん、あのお手伝いさんみたいな人がおって、うん、あのその人もほら家が貧しいから、こんな風に家で教えてもらっとるから、うん、私も教えてくれよったと、うん、でももう全部昔やから忘れた、私は、外でも遊んどった、うん、私はあの学校とかで、うんうん、みんなと遊ぶ、うん、じゃあ結構なんかヒーロー的な存在、見えほど目立たん、いや私も目立たん、目立たんようにしとるって、うん、地味にしとる、私もちょっと笑わせんだ、うん、私はね、見えは伸び伸び育てたいと、で私今何歳になったっけ、もう今ゆっくり計算しそうがあって私はね、あんたの年齢とか関係ないと、ね、それ鶴やろ、それっぽい、それっぽいかな、うん、私はね、あんまり人のことをこうなんだかんだ言わない、姉がこう寄ったら楽しそうにしとったら、うん、そういう、多分なんか鶴っぽくない、それ、うん、なんかそんな感じやね、やっこさん、なんかそれ、なんかやっこさんになりよるよ、本人が楽しければいいの、ね、でも今ね、テーマは鶴やろ、ね、鶴を思うよみたいな話やん、私はね、三重と一緒に楽しく会話できればいいからね、別にこれが鶴じゃなくても、うん、ウサギでも何でもいいの、すごいよ、あんたになんじゃらかんじゃら、うん、なんか
まあ、ちょっと近づいた気がするけど、うん、うちの家はお母さんが楽しんで稽古が楽しかったらそれでいいとよ、どうこうしなさいと頭から言わない、うん、あんたそういうとこが違う、だから見て稽古子供ってから私が大変な思いして産んだ子よって、大切な子よって私はあんたのこと言う、いい子や、多分それ鶴でも八子さんでもないと思う、なんか、うん、何になった？いいと、私が楽しければいいとって、うん、とりあえずさ、目とか描こうね、なんかわからん、得体の知れんもんやけどね、こなして、降りながら昔の話したりするのが、うん、好きっちゃろ、好きな、うん、私ね、タガーでもそうやって育てられた、本当ね、束縛されないの、鶴は三角からか、知って今はタンクからしてごらん、いや、こんなような気がするよ、それでいいや、ありがとうございます、それは三角からよような気がする、で、わからんときは知らない人に聞けばいい、知らない人に聞いてきていいの、うんうん、いいよ、鶴の折り方教えてくださいって、うん、そうよ、じゃあ聞いてこようかな、うん、でもさ、あの鶴の折り方聞かねば一生の恥やからね、そうよ、ね、あんたそういうところ折り方あんたそういうところはちょっと褒めるわ、でもね、若い連中に聞いたの鶴の折り方とか知らんかもしれない、聞きなさんな若い人、うん、じゃあ年寄りに聞かないといけない、ちょっとおばさんがおるやろ、うん、ね、でも私おばさんじゃないよ、いや、おばさんじゃないよ、うん、私おばさんって世の中みんなおばさんやもん、だからね、うん、うちの家では私が楽しみながらしてるから喜んでるの、うん、分からんことはもう何でも聞けってね、そうよ、そうだ、聞いたもん勝ちだ、それでいいよ、うん、ほんとや、ね、聞かんかったらボンクラのままやから、うん、ね、私はね、あんたがね、毎日楽しく過ごしたらそれでいい、そうだ、結局そこやもんね、大事なのはね、なんじゃかんじゃ言わない、うん、なんかちょっとできるよ、私シリじゃ、これ何のこれ、これ何ねって、休憩、休憩やない、これは何、これ鶴、人がしたんをしなさんな、いいやん、楽しみな、今日は三重先生がね、こうちゃんと、そんな私に教えなさんで、それ何椅子、それ何なん、自分でも分からんやつ、うん、聞いてきた、鶴の作り方どうやってやるんですかって知らん人も、さっき言って、多分私できる、とりあえず同じようになるよ、いや、なり違う、同じじゃないって、多分私のは本当の鶴さんです、うん、ただそれでいいや、何でそれ、うん、立つん、それ立つん、うちの親の偉いところはね、うん、私がこうしてたらあんたみたいに言わない、それがうちの親の子温かさなんや、うん、私ね、冷たいじゃん、多分だからね、ダメだと思う、うん、だから少し直して、うん、あんた私が産んだ子やから、また若いけんわがままやもんね、うん、それでいい、ごめんね、あんた偉い、うん、ちょっと来て、頭なで、うん、投げて、あんたやっぱ私が産んだ子やわ、そうよ、大変な思いして産んだもんね、あんたまだね、やっぱ38やから、世の中分かってない、うん、まだいい、これからや、これから、うん、私は大きい気持ちであんたをなでなで、うん、私ね、私たちいい親子でおりたい、立派な50代になる、頑張る、うん、誰にも負けない、あ、連れてきた、ほら、ああ、これや、うん、偉い、これ、うん、これよママ、うん、これ何なの、うん、あ、これはそれに近いんや、ここに載せる台や、あ、で私たち2人で一人前、そうだ、これで拍手すごい、素晴らしい、よかったね、よかったね、うん、よかったよかった、これほら、まあ、開けちゃう、はい、お上がり、食べり、私も開けてみたいもん、自分じゃあ自分で開けりばそういう下品なことせんで、菅野家のおいしい、お嬢様よ、あんた豆うまっ、そう、食べり豆、そしてね、あんまり束縛されたり、うん、あんまりなんだかんだ言われるの嫌なの、ゆっくり一緒に食べたい、うん、私もね、食べていいよ、みえのこと好きだから、うん、分かった、みえと一緒に動く、うん、今からこれからどんな行動しようかって話したいの、はっ、なんだ今から、うん、あなたの車でどこに行くのって聞きたいの、うん、私たち親子やからずっと死ぬまで、明日も会うけんね、また、うん、今日は今日でまたお付き合いして、うん、明日は明日、まあ、ね、明日も会うけん、いいでしょ、今日は今日で一緒に乗りたいの、もうこの間も会ったけんね、うん、だけん今日は今日で会ってちょっと動きたいの、それでいいでしょ、うん、
私はミエね、ママどんな思いしてあんた産んだか知ってる、うんうん、もう本当に可愛くて可愛くて可愛くて、うん、何回も聞いたって知っとる。私の言うこと聞いて、私がね、どんな思いでお産したか、親の反対、じいちゃんばあちゃんに反対されたけど、そんなあれやん、誠に駆け落ちするけんな、言いとって、それはもう終わったことやから、これからは終わったことやけど、しょうがないやんね、若気の至りたいたこと、うん、あんたも終わったことあろう、誰でもね、わからんね、あんた、いや、わかる、私そのため一生懸命働いたんや、うん、目悪くなった、あ、ちょっとともにね、うん、私あれ、これね、遠近療養今流行ってちょっと、うん、持っときなさい、もともとね、遠視体、うん、昔さ、うん、ちっちゃい時に目がほらキラキラして可愛い子って老眼になるって言うやん、うん、なった、うん、うん、かわいい、なった、うん、本当に目悪いもん、うん、でさ、自分のこともそういうふうに思われたら人にも褒めてあげなさい、ママも綺麗ですね、なんで綺麗ですねって、 ありがとう、うん、でもね、昔ね、授業参観とかに来た時はね、みんな綺麗って言いよったよ、ありがとう、あなたのママでよかった、みえちゃんのお母さんってとってもなんかエレガントで性格きつそうねって言いよった、あでもほら、なんか勝ち気な女ってなんかいいやん、セクシーいいな、そうだ、クールビューティーってことだ、それはわかるね、うん、でも昔誰にとって言われた、なんか芸能人誰かにとって言われるって、誰かにとるよ、とわけゆきよ、あね、をなんかもっとね、細くした感じやね、うん、だから一人でヒュンヒュン行かない、うん、私を連れて、だって誘っとるやん、うん、だから嬉しい、でもすぐ忘れろうが、年を取ればあんたもそんな、いやいや、私ね、子供に言われる、いや私ね、ちゃんとすぐね、手帳とかに書くって、な、手帳こうて、こうてってなんか持っとろうもん、いや手帳ぐらい買うてくれたんだから、ノート入っとったやん、カバンの中に手帳新しく買うて、なんやらかんやら、いい専用で書くから、いや専用やなくてもいいって、今から行ってもコーヒー飲んどるやろうが、うん